衆は、中国語漢末期の人物。字は中、中縁。衆とも書く。両州の出身。父は、こ誠。語漢書、検定記東卓伝、炎章伝、三国史、巨星伝などに記述がある。彼の出身については、巨星伝では、関陽軍とあるが、東卓伝に関する書には、武軍とある。どちらが正しいかは、不明である。 五冠の実権を握った唐卓に当初は信任されていた。189年、炎章が官を捨てて出本した時は、自中の地位にあり、五慶や南と共に唐卓をなだめ、炎章を没回大使に任命させた。実は、周妃と五慶は密かに炎章と内通していたという。唐卓から、理部省所に任命され、五慶、何、帝隊、巨星と共に、 人事政策を担当し、純走、官服、流体、穴、長子、長幕といった人物を次々と官位につけさせた。190年、延章や長幕たちが関東で挙兵し、東卓打倒の態度を鮮明にすると、東卓は、長安への戦闘を考えるようになった。周費は、特軍行為となっていたが、五慶、公園、陽氷と共に、 長安戦闘に反対した。東宅は、周日とご慶が、かつて推挙した人材の多くが反旗を翻している、ことを責め立て、二人を斬首した。小説、三国支援儀にも登場し、ほぼ同様の最後を迎えている。ありがとうございます。